信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海を未来へ引き継ぐために海なし県にもできることがあります。長野県内で行われる海につながる活動を紹介します。5月27日大阪難波で行われたコスプレで海ごみゼロ大作戦。日本財団海と日本プロジェクトと環境省が毎年共同で開催している春の海ごみゼロウィークのキックオフイベントです。ごみを拾って海を、大阪市の繁華街道頓堀周辺で行われた清掃活動、さまざまなキャラクターに扮したコスプレイヤーたちが熱心にゴミを拾う姿を SNS に投稿し広く拡散することで海ゴミ問題の深刻さを広く知ってもらうことが狙いです。町のゴミがやっぱり海に伝わっていくというところがありますので、町でやっぱり最後食い止めると、でその最後の砦がゴミ拾いなんだというところは改めて認識をしたところでありますね。一方、長野県では諏訪湖周辺の岡谷市、諏訪市、下諏訪町の西一町で清掃美化活動が行われました。上流県長野から海ごみゼロを目指す海と日本プロジェクトイン長野の長野海ごみゼロプロジェクトと連携した取り組みです。岡谷市では諏訪湖周辺や河川の清掃活動に市内の会社、団体や学校などからおよそ2500人が参加しました。天竜川を通じて海に流れる諏訪湖の水、諏訪湖をきれいにすることは海をきれいにすることにつながります。久しぶりに多くの人が参加したゴミ拾い、可燃物、不燃物などを合わせおよそ 500kg のゴミが集まりました。春の海ごみゼロウィークは海の未来を考え行動する大切な機会になっています。海と日本、動画をご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクトでは全国各地の海に関するさまざまな活動を紹介しています。チャンネル登録もお願いします。